さあゆっか、はい、はい、ダメだ、なれないダメじゃ、いやいやいや嬉しいです、私ゆっかって呼ばれたので本当にごめんなさいね、ありがとうございます、出ていただいて、いやありがとうございます、もう今回も私岡安がお世話になります、よろしくお願いします。よろしくお願いします、こちらこそ、はい、さて、はい、今回ね、いよいよ小倉競馬が始まるということで、はい、小倉競馬をものすごく知ってらっしゃる方をお呼びしました。ありがとうございます。実はリモートでつながっています、はい、それではお呼びいたしましょう、佐藤アナウンサー。はい、こんにちは、菅井さん、岡山さん、ありがとうございます。 TNC のテレビ西日本アナウンサー、競馬ビートを担当しております、佐藤ゆりかです。今日はよろしくお願いします。ゆりかさん、よろしくお願いします。嬉しい人の名前で呼んでいただけて実は佐藤アナウンサーはもう生粋の馬好きで、はい、馬女の先輩、馬女大先輩、うん、でも同い年なんですよね。そうなんですよ、本当私もアイドル大好きで、テレビでずっと拝見しておりました。嬉しいです、嬉しいです、もう本当に現実ですよね現実です、いやいや嬉しいです、そう言ってくれてありがとうございます。ほっぺつねってましたね、なかなかレトロなリアクションでいいですねほっぺつねってこれ現実だみたいなありがとうございます。これね、佐藤さん、生粋の馬女っていうことなんですけど、競馬を好きになったきっかけって何だったんですか？きっかけはですね、もともと父の影響で競馬はずっと見て育っていたんですけども、うん、大学生のこの就活の時期にアナウンサーという夢あと一歩で届かない日が多くて、でそういう時にCM で競馬が流れてきて、なんかふと、あ、これを見に行こうって思ったんですよね、落ち込んでる時に。それ行ったのが2018年のフェブラリーステークスで、うん、で私はアナウンサーの夢を追いかけていたので、夢がつく馬のんこの夢を選んだんですよ、うんうん、そしたら最高峰から一気に追い込んで一着に来たんですよ。すごい。だから夢って諦めちゃダメなんだと思って、そっからどっぷりハマってしまって。すごいお話、ね、もうずっとのんこの夢を待ち受けにして面接を受けておりまして、そしたらもう本当にご縁があって TNC に内定をいただきまして、競馬の MC をさせていただいております。導かれてるか、すごい、ね、すごい。今やすっかり競馬ガチ勢になっちゃったっていうねちょっと岡安さんすごいことですね、岡安さんもガチガチガチですさあ、ということで、そんな詳しい佐藤アナウンサーに今回は小倉開催の魅力をたっぷりとお伺いしたいと思います。お願いします。いよいよ始まりますね、佐藤さん。今回4週なんですけども、もうね、4週ですが、どっぷりたくさん楽しめることばかりですから、小倉って、まだ行ったことがなくて、どういう競馬場なんですか？小倉はですね、まずアクセス抜群なんですよね。アクセス抜群。小倉駅からモノレールでおよそ10分ぐらいでもう競馬場に到着するんですよ。便利。モノレールを乗ってる時にもうモノレールからパドックが見えるんですよ。大馬さんが回ってるところも上から見られるんですよね。あ、高まりますね、もう暑くんだそうなんですよ。だから新幹線でもすぐもう小倉駅降りて乗り換えればもうすぐ着くという。行ってみたい、うん、あとはですね、小倉はですね、平坦小回りコースなんですよ。だからコースがとても近くて、お客さんとのこの距離感、こんな近く迫力あるレースが見られるってなかなかないと思います。あ、それはもう現地に行ってならではですね。確かに京都阪神よりもすごい近いっていうイメージはあります。コンパクトにまとまってますよね、佐藤さん。そうなんですよ、ほんとキュッとしていて、もうコーナーのこの小回りがやっぱ得意な馬もたくさんいるので、この小回りをこなして直線短い中でもう逃げ切る馬もいれば刺してくる馬もいるので、そこもまあ見どころなんですよね。すごいどんどん伝わって、伝わってきますね。さすが、視点が馬券師の視点ですよね。それで近くでこうやって見て予想もできるっていうのが楽しいですね。あとですね、小倉って実は G1
がデビューしてる場所でもあるって、デビューの場所なんですね。はい、例えばですね、あの過去にはクロノジェネシス、あとダービー馬のドーデュースも実は小倉デビューなんですよ。じゃあいち早くちょっとそのG1 とかの勝つ馬をチェックできたりとか、その時から見れてたら後々も語れたりとか。もうこっからどの馬が G1 戦線をこう沸かせるのかっていうのもね、チェックするっていうのも楽しみの一つです。いいな、ますます行きたくなりました。でも佐藤さんあれですよね、小倉デビューの馬が後に G1 勝ったりするともう何でしょう、この子供を応援してみたいな感じになるでしょ。いやもう本当そうなんですよ、もうそうだ小倉デビューだったよそうみたいな、こう思い出すし、やっぱ愛着湧くんですよね。小倉の子買っちゃうんですよ。すごい伝わってきます。いや暑いですね。だからね、やっぱこの佐藤アナウンサーのやっぱこのいつも僕ね MC されてるところを見て、やっぱこの暑さがねすごいなと思うんですよ。いやちょっと見たいです。そのいきなり佐藤さん TNC 放送のメインが小倉記念ということで。そうなんです。うん、あの伝統の小倉記念、あの小倉競馬場で開催される重賞レースで最も歴史のあるレースなんですよ、うん、注目馬をちょっと教えていただいてもいいですか。やっぱ注目なのがマリア・エレーナです。お、マリア・エレーナこの間、うん、見ました。あの何のレースですか。大阪杯ですね。大阪杯でマリア・エレーナ注目してました。そうですそうです、マリア・エレーナが去年小倉記念を勝ってるんですよね。から連覇がかかってるんですよ、うんうんうん、で実はジェラルディーナも去年小倉記念を走っていて、そこで3着に入ってるんですよ。そのジェラルディーナ3着1着に入ったのがマリア・エレーナっていう、おー、うん、どちらも そのレース見ていただきたいんですよ。まず振り返りましょう。今年の小倉記念結末はいかに、ゲート開きました。まずまず揃ったスタートになりました。カデナは後方からの追走ということになります。さて1コーナーに向かっての先行争いですが、出を伺っているうちからはマリア・エレーナ行くんでしょうか。かわしてシフルマンが行きました。それから湘南バルディ、予想通りこの2頭が飛ばす形になりました。外からはスーパーフェザー、それからキュミロールも先行策を取りました。そして注目のルーキー今村聖奈鞍上のカデナは最後方からの追走です。一番人気のジェラルディーナはちょうど中段のポジションを取りました。各馬 1,2 コーナーの中間、ご覧のように縦長の隊列になりました。さて結局馬群を引っ張るのは9番のシフルマンということになりました。1馬身半のリード、単独2番手湘南バルディ、外からは6番のタガノディアマンテ、そしてその後ろ3頭並んでいます。一番外スーパーフェザー、間からはムジカ、最内通してマリア・エレーナが続いています。青い帽子が唯一の3歳馬ピースオブエイト、内々通ってはアーデントリー、外からはヒュミドール、そして一番人気のジェラルディーナ福永雄一は中段よりやや後ろのポジション、外からはダブルシャープが一気に上がっていきました。モズ流れ星、それから間からはヒンドゥタイムズ、そして後方14番のカテドラル、さらには外黄色の帽子カデナ今村聖奈は後ろから2投目、3、4コーナー中間で15頭一気に固まってきました。先頭変わらずシフルマン、まもなく4コーナーのカーブ、一気にマリア・エレーナ、マリア・エレーナ早くも前を捉えて先頭だ。さあそしてその後ろダブルシャープが3番手あたり、一番外に持ち出したカデナ今村聖奈、さあ直線の攻防、先頭マリア・エレーナ、ここに200を切っているマリア・エレーナ、これは後続を突き放していく。ジェラルディーナが当たってくる、さらには外からはヒンドゥタイムズだが、これはすごい圧勝、松山豪平圧勝、圧勝でした。そうなんです、このね圧勝劇、あとこの子本当あの足毛の牝馬なんですよね。もうかわいいし、やっぱこう大阪杯もいろいろ経験しましたし、強い馬と戦ってきたので、やっぱ連覇も見たいなっていう気持ちもあります。そうですね、なんか足毛の馬ってすごく見ていて分かりやすいです。なんかより応援熱が入ります、夏は牝馬、夏は足毛っていう格言もありますから、両方揃ってますね。もうマリア・エレーナ追いましょうという、今
わこれ大注目だ、うん、かわいい。そうなんです、マリア・エレーナがね連覇するところも見たいですけれども、どうでしょう佐藤さん、他にも注目の馬もしいたら教えていただいてもいいですか。もう一頭あげるならばワンダフルタウン。ワンダフルタウ ン、まだレースは見たことがないですね、うん、あのダービーの前哨戦青葉賞を勝ってるんですよね、うん、それ以降はちょっとまあ結果およそまあ2年ぐらい勝ってないんですけども、うん、前走のナルオ記念で4着来ていて、うん、副長の気配があって、うん、でこの小倉で、まあ、どういまたどういったレースをしてくれるのかなっていう楽しみがあります、うん、あ応援したいですね。今ね佐藤さん言ってましたけれどダービーっておっしゃったじゃないですか。でダービー出た時今じゃちょっと考えられないかもしれませんが、あのタイトルホルダーよりも人気は上だったんですよ。5番人気だったんです、それぐらい期待されてたの、ちょっと調子が今あまり良くなかったけど今までもう一回復調してきてるらしい。あそれだけ素質のある馬でもあるって。小倉記念でどういうレースを見させてくれるのか楽しみです。頑張ってほしい、佐藤さん実は僕あの小倉記念現地で見させていただきますんで。現地でですか。現地で、すいません、ちょ今背筋伸びました。あのまずあの競馬場のちゃんぽん食べるところからよろしくお願いします。TNC 佐藤であのちゃんぽん切ってください。あとイベントがありましてちょっと告知いいですか。イベントすごい。何ですか何ですか。8月10日木曜日福岡市役所西川ふれあい広場で天神競馬というイベントを開催します。お笑い芸人の超新塾さんのお笑いステージもあったり、あの今日エルムステークス勝ちました武豊ジョッキーによるトークショーも、すごい。ゲストにあのカンニング竹山さんもお迎えしまして、テレビ西日本競馬ビート MC のコージさんと私佐藤が務めてまいりますので、ぜひ皆さんあのお越しください。いやすごい、行きたい、豪華。あとあの個人的にもう一件ありまして。はい、何でしょう。赤い糸や大盤振る舞いを所有している岡オーナーいらっしゃるじゃないですか。岡オーナーのこの本当にご厚意でありがたく九州サンバに名前を付けさせていただいたんです、私去年。すごい。でその子がですね、私夢叶う剣っていうあの牝馬なんですけども名付けさせていただいたんですが、今週日曜日デビューします。お、すごい。え、お名前も夢な、夢なんですか。夢叶う剣っていう、夢叶う剣、はい、あの、のんこの夢の夢、私は夢をこう、お馬さんでいただいたので、あと剣は九州っぽくなんとかだ剣っていう方言を夢叶う剣っていただいたんですけども、すごい素敵。ぜひ夢叶う剣も応援していただければと思っております。すごい素敵なお知らせありがとうございます。その夢叶う剣にも注目してね、はい、ぜひ皆さんもこれご覧いただければなと思いますね。ということで、ゆかさん今回は佐藤アナウンサーにたくさん教えていただきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。いやでもすっごくもう熱がもう本当に馬が大好きなんだなっていうのが伝わって、私もすごくなんか楽しみになりました。なんかもっといっぱいお話ししたいなって思いました。お忙しい中佐藤アナありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小倉楽しんでください。私も頑張ります。はい、またお会いできますように。ありがとうございました。それでは次回の馬とももお楽しみに。